皆さんこんにちは、マナリオリビジです。では今回は、ハーツオブアイアン4カイザーライヒ、日本軍プレイ続きをやっていきたいと思います。まあ、カイザーライヒはですね、第一次大戦でドイツが勝ったという、まあ、仮想のシナリオになっているんですけども、さすがに第一次大戦で勝ったドイツ、着々と領土を合法的にあるいは侵略戦争をもって拡大しているというご覧の状況ですね。これ以外にも、太平洋の各諸島や東南アジアなんかに移動率量が点在しているというのが現状です。で、我々日本軍なんですけども、今はですね、朝鮮半島とあと台湾、ここを併合してあるんですが、領土の拡大が止まっているという状況です。これを打開するためにですね、今後の国家ツリー採用方針なんですが、一旦発行一部、これを速やかに開始して、一号作戦で、真に、戦争を仕掛けていきたいという思いがあるんですが、これがなかなか、まず最初の、発行一部の発動ができていないという状態ですね。これは外的要因として、アメリカが内戦状態に突入するというのが必要なんですけども、それがまだ起きていないというところですね。では、時間を進めていきたいと思います。515事件の裁判と、いう内容出てきてます。これ前回515事件出てましたけども、それの裁判が行われたという内容です。これは選択肢はなくて、強制的に政治力を25削られるイベントです。まあ、ちなみに、まあ、各地で起きている戦争には義勇軍を送っているところはありますので、まあ、そういうところで経験値をね、地道に積み重ねていこうというのが一つと、あとはですね、今、国家ツリー、先ほど発行一をやりたいって話してたと思うんですけども、発行一が今すぐできないという事情も先ほどお話した通りで、今、丸三計画、これを行っています。これが終わったらですね、昇格型の空母、これがまずは建造できるようになりますので、この昇格型の空母もね、早速作っていければいいかなというふうに思っています。続いて、雲南軍閥内戦に陥るというニュースが入ってきています。まあ、本当に中国今混沌としてる状態になってきてますね。ここにやっぱり積極的に介入ねしていきたいところなんですけどね。その雲南軍閥はこちらです。昆明が首都になってますね。はい。アメリカンスタンドオフ。これでアメリカが2度目の内戦に向かいつつあるということになってますね。まあ、できるだけ早くアメリカ内戦状態に入ってもらって、日本としては国家ツリーを進めていきたいところであるので、まあ、このニュース、イベントは、まあ、ホットなニュースですね。はい。丸三計画、完了しました。まだ発行一部、つまりアメリカが内戦状態に突入していないので、丸三計画の次ですね、進めておいて、アメリカが内戦状態に突入したら、すぐに、発行一部に変えていきたいと思います。続いて海軍の長官ですね。ここには山本五十六さんを当てました。はい。動乱のアメリカ。アメリカが内戦に突入したという話になっています。選択肢3つ用意されてますね。まずは、グアム。これを占領。ミッドウェイ島、ウェイク島の請求権も得ると。続いて、グアムの占領のみ。そして何もしない。いや、これ本当に悩ましいな。今は中国大陸での力を増す方を優先したいところではありますけどね。ミッドウェイ、ウェイキーまで取れるっていうのは大きいですからね。ハワイ攻略というのをまあ前提に捉えて、もうなお美味しいですよね。ウェイキーとミッドウェイ。これを取って逆にアメリカと対立するのか。ただ今の帝国海軍の海軍力をもってすればそれも可能と思うんですが、いや本当に悩みますね。どうしようかな。まあ、グアムまで進駐しておきましょうか、じゃあ。で、その後、また考えましょう。これによってグアムが日本のものになりましたね。
早速グアムには部隊を派遣しておいた方がいいかな。本土防衛軍の一部を割きましょう。さあ、グアムに進駐したことによってアメリカ軍と、まあ、一触即発という状態になってきてしまうので、まあ、可能かどうかという問題は別にしてですね、まあ、この後おそらく勝つであろうアメリカ合衆国の方には一応関係の改善を行っておきます。まあ、アメリカが今内戦に陥っているこの状態の中ですね、どれだけ日本が戦力を増強できるかっていうのもね、貴重な状態になってきますからね。ワシントン陥落というニュースが入ってきてます。ちょっとアメリカの様子見ておきましょう。まあ、さすがに合衆国が優勢というところですね。今どうなんだろう、四つどもえって言ったらいいのかな。アメリカ合衆国、あとは連合国、労働組合連盟、さらに、西岸国と四つの国が内戦状態に入っているというところですね。ではようやく八甲一宇、これが解放できる状態になりましたので早速解放します。で、この後はですね、この1号作戦まで一気に北走っていきましょう。一つ面白いのがありまして、ハワイがですね、これハワイなんですよ。アメリカじゃない。この間にハワイ取れるんだったらね、取ってしまいたいぐらいですよね。さあ、いろんなところで今戦争が起きてますね。まあ、大陸、中国大陸はもちろんですが、まあ、ヨーロッパ方面でも戦争起きてますし、すでにお伝えしている通り、合衆国、アメリカの方でも内戦状態に入っている。まあ、この好機を本当に活かせずにいるもどかしい気持ちですね、今ね。はい。条約と資産地界統治の崩壊ということで、欧米人が中国を放棄したという中、どういう動きをしようかというところですが、ここは鳩場を占領して増援を待つを選択します。アメリカの内戦ですが、合衆国が敗れるというちょっと思ってもなかった事態になっているようですね。残っているのが、労働組合連盟、連合国、あとは西岸国の3つですね。合衆国が消えてなくなりました。さあ、丸三計画の賜物だと思うんですけども、昇格型の空母が2隻、あとは、河内型の戦艦2隻、これが新しくですね、ドックの方で生産が始まってます。これかなり期待したいですよね。昇格型の空母。あとは大型の戦艦。2隻。まあちょっとまだまだ完成は先いいかなというのはあるんですけども、まあしっかりとこれ戦力に加えていきたいですよね。一個面白いディシジョンがあってですね、アメリカの内戦にまあ間接的に介入する、まあそういう内容になっていて、まあアメリカの状況を見ておくとですね、三つどもえなんですね。アメリカ労働組合連盟、連合国、西岸国、三つあるんですけども、この中でどこを支援するかという話です。まあ、ここは連合国を一度支援しておきましょう。まあ、フロリダとかそのあたり支配している。まあ、マップでいう右下ですね。これ勝ってもらわないと話にならないんですけどね。空母が本格的に運用できるような、数揃ってきたところもあってですね。主に艦上機タイプの航空機。これの開発、生産を進化させていきたいと思っている中で、航空機設計会社選んでいきたいと思います。今回は艦長タイプのものを中心に戦闘機まず強化したいので、三菱重工業、これを選択していきます。はい。発行位中ようやく終わりました。続いて精神論に進みます。これでオーストラリア、あとカナダなんかとの友好度下がりますが無視します。精神論完了してますので、分割統治に進みます。面白いですね。これはカナダがアメリカ戦に介入という状態になっています。なので、アメリカが本当に出遅れ感がすごくいいことになりそうですよね。
ちなみにカナダが参戦した場合は、アメリカ、労働組合連合、あるいはアメリカ西海岸国と交戦すると思うので、今回我々日本が支援しているアメリカ連合国としてはプラスのニュースですよね。では、ようやく1号作戦まで進めてくることができましたね。35日後には1号作戦。これによって新政府に宣戦布告が可能な状態になります。ここから少し戦争の準備始めていきましょう。はい。1号作戦が完了したので、新政府に対して宣戦布告が自動的になされました。ここから戦争状態に入っていきます。まずは部隊を集結させていたものから順次、新政府、中に侵入していきましょう。宝典に進駐させていた部隊から北京になだれ込みたかったんですけども、この国境を越えることができなさそうなので、当初の予定通りですね、朝鮮半島から天津に向けて強襲上陸仕掛けていきます。ここでまず橋頭保を確保したいなというところですね。さあ、今部隊がちょうど天津に向けて上陸作戦を仕掛けているところです。うまく上陸できたらいいですよね。はい。上陸、まず第一陣できました。ここでしっかり、港を確保できたというのは大きいですよね。天津から北京に向けて一気に勢力拡大していきましょう。この瞬間がやっぱり一番燃えたぎるものありますよね。というところで、では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、本格的な戦いへと進んでいきたいと思います。まあ、グアムをね、イベントで真鍮で取れたというのも大きかったかなというふうに思っています。